平成19年5月30日、阿蘇市一宮町のアゼリア21南側で、バイオマスガス発電設備竣工式が行われました。竣工式には、佐藤阿蘇市長をはじめ、関係者らおよそ70人が参加しました。阿蘇市では、総合計画で掲げている豊かな自然と笑顔あふれる国際環境観光都市を目指して、草原を活用した自然と共生する環境都市づくりを進めており、阿蘇の草原に豊富に存在するススキなどの草本系バイオマスの利活用はもとより、自然環境、草原に係る文化、生活習慣、生態的機能等の保全とも両立した事業として成り立つバイオマスエネルギーシステムを構築することを目的としています。神事や来賓の挨拶の後、佐藤阿蘇市長の手で発電設備のスイッチが押され、無事式典は終了しました。